星野治む、1970年5月4日隊は、埼玉県大宮市出身の元プロ野球選手。監督、コーチ。選手時代は、登録名を、阪神時代は、本名、星野治で、近鉄、楽天時代は、星野治としていた。NPB における、大阪近鉄バファローズ公式戦最後の打者で、東北楽天ゴールデンイーグルス創設時の選手の一人。 現役引退後は、日本の独立リーグに球団の監督を経て、福島レッドホップスで、ゼネラルマネージャーと総合コーチ及び監督代行を務めた。元来は遠田とも右利きであるが、野球に興味を始めた幼稚園の頃に、ジップの指導で左打ちへ取り組み始めた。小学生時代には、内野手として、リトルリーグの大宮リトルでプレー。 埼玉県立福岡高等学校への進学後は、1年次から4番打者を任されたほか、投手として当板することもあった。在学中は、甲子園球場の全国大会と無縁であったが、対外試合では通算で打率、450、25本塁打という好成績を残していた。1988年に、ドラフト外扱いで阪神タイガースに入団。阪神では、 翌1989年からドラフト会議で指名した選手だけを新人選手として入団させる方針に切り替えたため結果として高校からドラフト外で阪神へ入団した最後の選手になった。入団当初の背番号は68で担当スカウトの今成康明は星野の入団に際して掛布正幸と入れ替わったと思ってくださいというコメントを残している。 入団4年目までの1992年まではに、軍生活に終始していたが、1991年には、ウエスタンリーグの最終規定打席に到達。76試合の出場で打率26。262、日本塁打、16打点という成績を残した。後年10回したところによれば、入団当初の2軍内野守備コーチだった、長尾康則からは、野球の技術以上に、 社会人としての言葉遣いや礼儀を厳しく教え込まれたという。1993年4月20日の対ヤクルトスワーローズ戦に代打で一軍公式戦へデビュー。同年には16試合に出場したが、翌1994年にはダイソーで一試合起用されただけに留まった。1995年に一軍公式戦67試合で打率。 339の好成績を残すと、1996年には、6月8日の、対横浜ベイスターズ戦5回表に、斉藤隆から、代打逆転満塁本塁打を記録した。内野手出身の吉田義岡が三食べ半身の監督へ、就任した1997年には、内野の全ポジションを守るなど、一軍公式戦117試合の出場。打率は、 252ながら、平塚勝弘と並んで、チーム2位の22塁打を放った。1998年から、背番号を12に変更。9月16日のウエスタンリーグ公式戦では、2打席連続三振出塁という、珍しい記録を樹立している。監督が吉田から野村勝也に変わった1999年には、一軍公式戦89試合の出場で打率。 276を記録。この年を境に一軍公式戦への出場機会を減らしながらも、入団時のコーチだった長尾と同様に、野村から大きな影響を受けていた。ウエスタンリーグの公式戦では、同年以降高い打率を残していたが、野村が監督を退任した2001年限りで、戦力外通告。後に、大阪近鉄バファーローズの入団テストに合格した。 遺跡を機に登録名を星野治へ変更。背番号62で新規一点を図ったものの遺跡1年目の2002年には一軍公式戦でわずか9試合の出場にとどまった。もっとも起用法が阪神時代と大きく変わったことから持ち前の観察眼に磨きをかけていたという2003年には一軍公式戦111試合に出場。一軍の内野陣に 故障や打撃の不調が相次いだことから内野全ポジションでのスタメン出場を経験したほか打撃面でも12本類が打率274とキャリアハイの成績を残した2004年には一軍公式戦73試合に出場近鉄球団がオリックスブルーウェーブとの合併によってこの年限りで消滅することを背景に一軍の本拠地最終戦を呼び 球団最後の公式戦で最後の打者として九死になお、残した。上記の事情に伴う、シーズン終了後の選手分配ドラフト会議で、新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。2005年には、一軍公式戦20試合に出場。シーズン終了後に、戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退した。楽天球団に残って、二軍守備、走塁コーチ。 一軍打撃コーチ補佐、二軍打撃コーチを歴任。2006年から2009年までは野村が一、軍監督を務めていたため、2007年には、阪神時代に続いて、野村の訓導を受けていた。2011年から2013年までは、四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツで、監督を務めた。愛媛球団では、監督業の傍ら、裏方、チーム運営。 スポンサー探しなどの役割も兼務。監督2年目の2012年後期リーグ戦で、チーム4年振りの半期優勝を達成したが、就任時以来の目標だった、総合優勝には至らなかった。地元の埼玉県内で、武蔵ヒートベアーズが2015年から、ベースボールチャレンジリーグへの参入を表明したことを、背景に、愛媛対談直後の2013年12月24日付で、 武蔵球団のアドバイザーに就任。翌2014年10月27日から武蔵球団の初代監督を務めたものの、2015年前期、途中の5月8日に一心上の都合で退任した。武蔵球団を退団した直後からは、球団創設時のスポンサーだった株式会社清水運輸に勤務。公式ホームページの刷新を手掛けたほか トラックのサイドパネルにデザインを施すボディープリント事業の展開に大きく貢献した。清水運輸では取締役を任されていたが2018年に福島ホープスの総合コーチとして PC リーグに復帰。同年のシーズン終了後に経営母体の変更でチーム名を福島レッドホープスに改めたことを機に11月22日から ゼネラルマネージャーを兼務している。2021年8月28日、体調不良により休養した、監督の岩村明則に代わる監督代行に就任。9月22日に、コーチと GM を退任することが発表された。チームの本拠地最終戦であった9月24日の大西部戦では、8回表から2塁の守備につくと、同点で迎えた延長11回裏一死2塁の、 打席で森真嗣から右翼戦に二塁打を放った。チームはこの一打でサヨナラ勝利を収めたため、星野は球団の公式戦で最後のサヨナラ安打と勝利打点を記録した選手として球死に名を残した。さらに近鉄球団の合併相手であるオリックスブルーウェーブ相退した9月27日の パシフィックリーグレギュラーシーズン最終戦では2から7というスコアで迎えた9回表に無双者の場面で打席に登場。山口和夫の前に2塁へのゴロに倒れた結果、近鉄の公式戦最終打者として再び名を残す。一方で、チームは黒星で55年の歴史に幕を閉じた、星野治に関するカテゴリー。ありがとうございます。